人生倍返しだ。ダメ沢直樹です。カリスマ塾講師の林修さんいらっしゃるじゃないですか。やられたらやり返す。今でしょ。で、おなじみの林修さんなんですけども、あの人の林修の今でしょ講座ってテレビで毎週やってるじゃないですか。そのテレビ朝日の林修の今でしょ講座のスペシャルがやってて、特番が、それで日本のアニメの歴史を変えたすごいアニメ。14っていうのやってたんですよ。14個の作品がどんどんパネルが開かれて紹介されていくんですけど、技術が。そのラインナップが凄まじかったんですよ。なんと、エヴァンゲリオンに始まって、エヴァとマクロスとジブリとガンダムその中に入ってるんですよ。で、呪術廻戦も入ってて、さらにびっくりしたのが、僕ね、居酒屋の職場で見てたんですけども、ああ、これいい番組だね、ってプリキュアも出てて、プペル出てきたんですよ。煙突町のプペル出てきて、びっくりしちゃって、もう発狂じゃないけど、うーわーってなって。で、ガンダムも、ガンダムね、閃光のハサウェイって映画が近いから、まあ、出るかもなーって思ってたんだけど、出るどころじゃなくて、富野監督出てきたんですよ。富野総監督って、富野監督、ガンダムの生みの親なんですよ。一番初めのね。あの人、言うことが過激すぎて、めったにテレビ出てこないんですよ。売り込み中の作品でも、これ全然まだこれじゃダメだね、みたいなとこ言ったりするし、なんですけども、やっぱり出てきて、CM またぎですよ。CM の手前で、鬼滅とエヴァを潰すって言ってるんですよ。これやっぱり、富野監督やばい。やばいでって思って、その放送になって。で、まあ、ある程度リップサービスだったんですよ。あの年齢でね、映画監督をやるとなると、もう、それぐらい言ってないとやってられないって言ってるんですよ。要するに、それぐらい高い目標がないと熱量が出せないんですって。これ、ある意味西野のね、煙突町のプペルの西野の総監督、総指揮の西野昭弘さんみたいに、こう、なんていうんですかね、ディズニーを超えるってあの人言ってるじゃないですか。だからそれみたいなことなのかなってちょっと思ったんですけども。で、すごいのが、本当に、チョイスが素晴らしかったの。14個のアニメのチョイスが素晴らしかったんですよ。そのプペルでしょ?プペル、ビースターズ。獣を擬人化した動物の話のビースターズ。で、風立ちぬ、ジブリの風立ちぬですよ。風立ちぬ、ガンダム、マクロス、進撃の巨人ね。人気の進撃の巨人、エヴァンゲリオン。で、バイオレット・エヴァーガーデン出てくるんですよ。京都アニメーション最高傑作とも言われている。で、君の名は、プリキュア、呪術廻戦出てきて、さらにドラえもんとガールズ&パンツァー、ガルパン出てきて、グレートプリテンダー出てくるって、これで14なんですけども、このラインナップ凄まじくないですか。いや、ほんとね、神回だったんです。紹介の仕方もシンプルで分かりやすいんですよ。あんまりマニアックな方に行かないんですよ。例えばマクロスだったら、板のサーカスとか、そのミサイルの描写とかじゃなくて、それマニアックなとこ行かなくて、シンプルに分かりやすく変形シーンとかを紹介してくれるからよかったんですよ。例えばプリキュアで言うと、テレビ朝日だからプリキュア出てきたかと思うんですけども、普通アニメって1秒で8枚の絵を動かすんですって、8枚の絵描くんですって。で、それをプリキュアの場合3倍、通常の3倍の作画の枚数だったっていうのを紹介するんですよ。変身シーン、約1分間の変身シーンが全部3倍の作画なんですって。それはなんでかっていうと、子供がね、毎週見るんですよ。で、毎週変身シーンっていうのは入れるっていうコンセプトなんですって、プリキュアって。で、その、毎週見るからこそ、からには、毎週見ても感動できる。そして可愛くて美しいって毎回思えるようにしなきゃいけないから、その作画の枚数が必要だったっつってこだわり抜いてるんですって。で、その説明があってからの変身シーンがやっぱ僕らバーって見れるじゃないですか。おー、なるほどーって、表情が生き生きしてるなーってなるんですよ。で、そのちょっと後に紹介されるバイオレットエヴァーガーデンに対になってて、バイオレットエヴァーガーデンは、京都アニメーションがこのアニメはもう美しさだったら右に出るものいないぐらいの感じなんですね。もう美しさを飽くなき追求した作品なんで、僕髪のファサーってなるのとか服がパサーってヒラヒラするじゃないですか。あの表現が感情表現を豊かにすると、それだけで心の表現ができてしまうのがアニメーションなんですって。だからそれプリキュアとちょっと対になってて面白かったんですけども、ビースターズ。ビースターズって擬人、まあ、獣、まあ、狼男みたいなのが主人公なんですけども、狼男がいて、ウサギがいて、みたいなのがあって、このアニメ、第1期を、クランチロールっていうアメリカの会社、クランチロールのアニメアワード2021のオープニングシークエンス賞を取ってるんですよ。要するにオープニングがすごい良かったよって、第1期。で、うちのね、職場の居酒屋で僕働いてて見てたんですけども、その子がビースターズ大好きだったから、いいっすよって言われたから、僕、オープニング見たんですよ、そのベストシークエンス賞を取ったやつ。そしたら、狼男が、
ウサギのね女の子を食べようとするんだけど、よだれを流しながらで逃げてくウサギの女の子がいるんだけど、日がさしてあまりの可愛さ美しさ、ウサギの美しさに一目惚れしちゃって一緒にダンスをするっていうオープニングですごい良かったんですけども、最後夜になって血が血まみれになってるんです。だから血の海みたいになってて泣いてて、狼男がこれ最後食べちゃったよねみたいな感じなんですよ。一緒にダンスしてたやつを夜になって狼男食べちゃって泣いてるってオープニングで、くらーと思って、これ綾波レイじゃなくてもこれ見てどんな顔していいか分かんないって僕なりましたよ。そのビースターズのオープニング第一期、それがだからオープニングシークエンスショーですごかったんですけども、でどんどん紹介されてって、で風立ちぬがすごかったんですよ。ジブリの風立ちぬあるじゃないですか。地震のシーンがある、大地震が来るシーンがあるんですけども、あの時この、ま、アニメって映画は声で出してるんですって、効果を声、人の声でドーンとかブーンっていうのをいっぱい重ね合わせると気持ちの悪い音ができるから、薄気味の悪いその地震のシーンの音になるんですけども、そのジブリの映画、その MacBook で作ってる音声トラック、編集するときに出てくる音声トラックのデータがバーってテレビ画面に映ったときに僕すごいと思って、僕こうやって YouTube の編集もしてるからよく見慣れてる絵なんですけども、うわジブリの映画これでね、ジブリの映画の制作過程があって見れるなんてすごいなと思って、で煙突町のプペルもあれなんですよ、煙突町のプペルもプペル出てきて、あの本編予告で流れなかった本編映像が結構流れてて、うわテレビでこれ見れるってすごいなと思って、でプペル出た時よ、プペルの紹介があって、プペルの CG の紹介やってる時、何人かの演者はキョトンってしてました。キョトンっていろんな有名なの出てくるでしょ、ドラえもん、ジブリ、ガンダム、マクロス、プペルって何っていう顔をしてる人が何人かいた。これらに関してはあこれ隠せないんだなと思って、僕見てて面白いなと思って、だから逆にすごくないですか、あの優秀アニメーション賞、アカデミー賞の優秀アニメーション賞を受賞してるんですけれども、それぐらい無名なやつがあそこにバンって入ってたところが、いやあの番組の面白いいいとこだなと思いましたね。本当にいい番組でした、神回でした。で僕バイオレットバーガーデンね、僕もう一目惚れしちゃって、僕ね映画の予告館なんかでチラッと見たことあるんですよ、映画館で。いいなと思って、フェイトのセイバーちゃんみたいな顔してる金髪の女の子が、瞳が綺麗な青色してるんですよ。おいいよこれ、僕絶対好きじゃんと思って、このアニメもう絶対見ようと思って、美しさを追求してなんかめっちゃいい子なんですよ。でバイオレットエヴァガーデンってバイオレットちゃんって主人公の名前らしいんですよ。あそこまで分かったんですよ。あそうなんだ、これ絶対見ようと思って、この絵であの作画でなんかちびまる子ちゃんのハズレ会みたいな内容とか絶対ないと、絶対ない。そう、僕信じて、そう思って、もう直感で信じて、もう仕事終わった後、居酒屋終わった後、すぐツタヤ行って借りようと思って、ツタヤ行って借りたら、借りるっていうか、借りに行ったら、ツタヤが時短で閉まってて、時短営業で閉まってて、うわ、これもう見れないわと思って、見てみたら、配信してるとこがあって、ネットフリックス見れるんですよ。ネットフリックスともう一個見れるとこがあるんですけども、ネットフリが手軽かなと思って、もう入っちゃいましたから、僕、ネットフリックス。もう入ったれと思って。バイオレットエヴァーガーデンのためで、第1話見たらもう第1話で僕泣きましたよ。バイオレットエヴァーガーデンっていうのはこれ人の名前なんですね。エヴァーガーデン家にまあ、養子みたいな感じで行くバイオレットの話で、バイオレットエヴァーガーデンなんですけども、まあ、そこに関してはだから半沢直樹と完全に被ってますね、バイオレットエヴァーガーデン。で僕ね、お姫様みたいな、ああいうね、そういうお姫様みたいなキャラクターがすごい好きで、ガンダム一番好きなの僕リリーナ・ピースクラフトなんですよ。ガンダムウィングに出てくるリリーナ・ピースクラフトがすごくてですね、テレビアニメのエンディングシーンに出てくる、第1話で僕泣きましたから、バイオレット・エヴァーガーデン。戦争が終わって、戦争で大活躍していたバイオレットちゃんなんですけども、戦争が終わってしまって、上官もいなくなってしまって、あまり動くことができない体になってしまって、しまったっていう話なんですよ。で、上官の命令を待ち続けるバイオレットちゃんの話なんですよ。すごい悲しいんですよ。みんなで食事囲んでるのに、食事食べてる時に、パクパク食べてるでしょ。食べてる時に、命令があるまで食べもしないんですよ。あ、食べていいよって言うまで食べないバイオレットちゃん見て僕泣きましたよ。泣いちゃいましたよ。ずっと上官の命令を待ってるんです。そういうちょっと悲しい話なんですけども、第1話見たら
見るだけでもいいんで、これちょっとぜひね、見てほしいな。で、呪術廻戦はバトルシーンやっぱ出てきて、五条悟と、あれ、両面スクナ。いや、人気あるやつ出てきてよかったんですよ。で、バトルシーンで人物を動かさずに高速で背景動くんですよ。で、独特のカメラ描写。確かにそうだなと思って、カメラワーク。確かに、例えば、虎杖が、こうやってカメラ固定で背景ザーって動くシーン多いなと思って、その独特なんで、それがプロの目線なんですって、呪術廻戦だと思うんですけども、そんな感じで、本当に林修の今でしょ講座、アニメの、歴史を変えたアニメ14っていうのは凄まじかったし、その中にプペルが入ってたっていうのは本当ありがとうという感じで。大事なのは感謝と恩返しだ。ダメ沢直樹でした。このチャンネルでは、ダメ人生を送るダメ沢直樹が、居酒屋で奮闘し、Uber Eats、コンビニのバイトで奮闘し、人生を倍返しする姿をお届けしたいと思います。結構サブカルのね、解説とか、なんかレビューとか感想を上げることも多いんですけども、本当は、人生、ダメ人生を変えるために役立つ本当の知識とか技術とかそういうものをお伝えしたいと今後思っております。いいね、チャンネル登録お願いします。ぜひ、私の人生倍返しにご期待ください。大事なのは、いいねとチャンネル登録だ。よろしくお願いします。